こんにちは、にじこです。今日はちょっと前の風さんシリーズです。デビュー前ですね。いや、風さんどうしてらっしゃるんでしょう。もうそろそろ退院も近いのかなね。もうお元気そうだったしね。いやでもね、暇だったでしょうね。ねえ、だって病院の中にしか、病院の中っていうか部屋から出られないでしょ多分ね。えだからもう暇すぎて曲作っちゃったりしてね。ねえ、いやそんなこともありえなくもないななんて思ったりして、まあでもゆっくりゆっくりまたみんなの前に出てきてほしいと思いますね。無理せず。はい。で皆さんのね、本当に愛あふれるたくさんのコメントをいただいて本当にありがとうございました。なんかね、悪いことばっかりじゃないですよね。こうやって皆さんの愛を受け取れるというね、本当に嬉しかったです。なんかありがとうございます。でね、角州さん、ほらズッズさんの真似とか、いやカズさんの真似もしてんだけど、ズッズさんが秀逸すぎてね、私はここ違う、なんだっけ、つのみちゃん、つのみちゃんがねお気に入りなんだけど、なんかもう歌もすごいしね、もうモノマネ芸っていうような、そんな簡単なもんじゃない、本当にね芸術レベルなすごいことをやってる角州さん、本業カメラマン、本業何かわからないねっていう角州さんもこんなのいただいたんですよ。今日もにじこさんの声とお話の内容に癒されました。まあありがとうございます。僕もたまに書き込みに苦手とかやめてほしいとか書かれて1週間くらい海底に沈み浮上できなくなりますが、言ってくる方が自分が好きじゃないっていうお話、すごくスコーンと抜けました。そう、その通りな気がします。そしてにじこさんが上から目線、いやいや、むしろかなり低姿勢に話されてる印象を毎回受けています。ありがとうございました、ということで、いやこちらこそありがとうございます。角州さんもね、まあそういうふうに言われることあるんですね。なんかなんだろうな、もうすごい愛からのユーモアっていうふうにもうほとんどの人が分かってると思うんだけど、ロナウドさんにしても角州さんにしても、もう風さんへの愛を感じるじゃないですか。愛からのユーモアの表現じゃないですか。でもそれをなんか表面だけ見てなんかかわいそうとかバカにしてるみたいに思う人もたまにいるみたいで、いやいや風さんむしろ喜んでらっしゃるんじゃないですかと私はいつも思うんですけど、もう角州さんとかロナさんは笑いで風さん、そしてみんなを癒してると思うんですよね。まあでもいろんな撮り方がありますから、人は撮りたいように撮りますから、だからもうしょうがないですね。はい。でそう、海底に沈んじゃうんですね、1週間も。いやもう早く浮上してください。でそういうふうに言う方がね、自分のこと好きなんじゃないかっていうお話、すごくスコーンと抜けましたって。そう、私がね、自分のことも多分自分にも厳しい方なんじゃないかなって話をしたんですよね。多分そうやって何か人に言いたくなる人って自分にも言ってるんですよね。大体自分のここがダメ、あそこがダメとかね、自分にもすごく厳しい気がしますね。あ、犬がブルブルブルってやった。そうで、まあね、私ももう多く話す気はないんですけど、またなんか私の世界にはない感覚のコメントが来たんですけども、まあ私が言えるのは一言だけです。風さんならそれを言うかな、風さんならそれをやるかな、誰かを傷つけてないかな、悲しませてないかなっていうね、私はもういつもそんな視点を忘れずにいたいと思っています。はい。まあと言いつつね、こういう世界を作ったのも私なので、このことが私に対して今何を見せてるのかなということも私は考えたい
って思ってるんですよね。うん、カズさんが言ってた、愛の眼鏡をかければあなたは愛だけを見るでしょうという、 Put on glasses of love, you're gonna see only love、 この言葉をね携えていたいと思います。うん、はい。そして、そう、嬉しいコメント紹介してもいいですか。レイコさん、まず最初に言いたいこと、私はにじこさんが大好きです、嬉しいね、本当に単純私ね、なんかそうそう、なんかね、そう、にじこさんの思いを代弁するかのような誠実の方へのリスナーさんたちの返信コメントの数々、リスナーの皆さんの総意だと思いますね。そして以前身近にね、なんかあの人のこと好きじゃないとかいう人がいて、うん、まあそういうこと言わない方がいいよって言ったら嫌われちゃったとね、まあね、自分を正当化して保ってるのかな、自分を保ってるのかなって、そう、よく分かりませんけども、まあでももうそういう人にはもう何か言ってもそうやってね、嫌な思いをまたしちゃうから、うん、いつかね、なんかその方も自分に優しくできたらいいですねっていう思いだけですね、私はね。うん、はい、にじこさんはにじこさんのままでいてくださいって、ありがとうございます、嬉しい。それからサンキューさん、にじこさん、私はこのチャンネルもスタンド FM 大好きですよ。風さんのことはもちろん、生きていく中で大切なこともたくさん教えてもらい、物事の考え方、捉え方が少しずつ変化していると感じます。まだまだたどり着けませんが、大笑いしたり涙が出たり、毎晩にじこさんの声を聞くのが私の日課なのです。大笑いすることありますかね、私ので皆さんのコメントに共感することも多くて、とても居心地が良くて、私にとってはなくてはならないチャンネル、私の心の栄養チャンネルですって、嬉しい、ありがとうございます。うん、それからともともさんとじゅんさんがね、7月16日は七色ということで虹の日だそうですとね、人と人、人と自然、世代と世代が七色の風、あ、虹のように風、勝手に風って読んでる私、なんて、なんちょっとやだわ私すいません、世代と世代が七色の虹のように結びつく日、雨上がりに輝く虹、そんな虹には幸せになれる素敵な力があるといいます。虹子さんはまさに虹のような人です、私たちの指南役、これからもよろしくお願いしますって、純さんも嬉しい、ありがとうございますね、本当に、うん、いやね、純さん、そして自分を信じることができなければそこにある愛を感じることができないし、自分が攻撃的な気持ちを持っていると相手の行動も攻撃的なものとして捉えてしまったりもしますから、愛の眼鏡をかけてほしい、きっと自ずと笑みが広がるはずだから、本当にそうですね、うん、ありがとうございます。それからハナウィンドさんね、ビバラのラララララブソング、にじこさんが配信あるよと教えてくださったおかげで見れた一人です。そうそうそう、私興奮してね、あの時5月にね、2021年の5月、もうちょっとすごいからみんなみたいなもう風さんのラララララブソング、これ絶対見た方がいいからみたいな勢いでねあの日のにじこさんが興奮して話してくれたところ、私もそこそこと思いながら聞いてました。どんなだったんだろうと知りたい方、2021年5月4日のにじこさんの動画見てくださいな宣伝ありがとうございます。マジで風さんは貴公子です。それと司会をされていた大の字さんの YouTube の風さんの回もおすすめです。そう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 ね、うん、本当ね、貴公子でしたねあれね、本当。だから私も渋子ライブとビバラの円盤化を強く絶望しますに1票ってね、本当。ところで私は2倍速で聞いてくださいの頃から聞いていて思うのですが、もう初めの初めですよね。にじこさんは呆れるほど謙虚で、決して人のことを悪く言わない変性心を実践している方だと思っています。きっとよく知れば誤解は解けるんじゃないですかね。
家族や恋人だけでなく友人知人の病気の回復を祈るのはごく自然なことだと思うので、全開するまでは私も大好きな風さんの回復を祈りたいと思います。ありがとうございます。もう嬉しい、こんなもったいないお言葉ありがとうございます。うん、はい。あ、それからね、こんなんいただきましたよ。中村貴子さん、風さんの英語は言うのを挟まないきちんとした英語なんですって。そうそうそう、言われてみて思いました。なんかハリウッドスターとかね、結構 You know? You know? とかってやたら You know? You know? って挟む人いるじゃないですか。あれって何なんだろう。なんかこう、そうそうなのよ、そしてねとか、だけどとか、なんかそういうなんていうの、接続詞っていうの、なんかそんなやつかな、わかんないけど、うん、言わないね、風さんから聞いたことない、そういえば。うん、でもベラベラ会話してる時は出るのかな、わかんないけど、うん、まあ、別に言うのも悪いとは思わないんだけど、そういえばそうだなと思ってね。うん、ねえ、そうそう。そしてマミちゃんさんからこんなのいただきましたよ。こんばんは、にじこさん、私はまだこの時は風くんに出会ってなかったですが、にじこさんのおかげで振り返りができるのですごくありがたいです。そうですよ、笑うことはすごくいいこと。今まで私は笑うことでいろいろ乗り切っています。そうそう、笑うと免疫力上がるみたいな話をした時ですね。うん、そう、それで私はなかなか自分を愛することができません。だからにじこさんにはいつも感心しています。素敵ですね。私は人を笑わせたり喜んでもらうのが好きなので、そうすることで自分が満たされてるって感じかな。自己満足みたいになっちゃってますけどね。なかなか自分を変えることはできないけど、自分にプラスすることはできると思うので、たまには自分をいたわりたいと思います、っていうことでね。そう、もう毎日いたわってあげてください。で、人を笑わせたり喜んでもらうのが好きなので、そうすることで自分が満たされてるって感じかなっておっしゃってますけど、自分も笑わせて自分も喜ばせてあげてください。うん、人にするように自分にも。うん、そんなことしてると自分を愛することができてると思いますよ。気づいたらできちゃいます。そう、一番大事な自分なんでね、誰よりも大事なのは自分なので、誰よりも大事なんですよ。そう、だから本当ですよ、自分より大事な存在はいないんですよ。だってお母さんだったら子供の方がって思うかもしれないけど、子供はお母さんが自分を大事にしてる、そんなお母さんが好きなんですよ。お母さんが自分をいじめてたら、そういうお母さんを見るのは子供は悲しいんですよね。だから子供が、お母さんが幸せそうにしてるのが子供にとっては子供の幸せにもなるので、だからとにかく自分を笑わせる、自分を喜ばせる、どうしたら私喜ぶかなって、うん、それをそういう視点を持っていただいてね、なんか自分を楽しませ、喜ばせ、笑わせる、そんな風にね、ちょっとしてみたらいいかなと思いますよ。そうするとなんか、ああ私って大切な存在なんだとか、 I love me っていう感覚になると思います。はい、ね、また偉そうって言われちゃうかなでも本当なんですよ。はい、でね、まあいろいろあるけど、本当いろいろあるけど、人生いろいろあるけど、もう私は私の道をこのまま進んでいこうと思ってます。真摯に、進もうと思っておりますので、はい、これからもよろしくお願いいたします、皆様。はい、はい、ということで今日もありがとうございました。ではまた。